それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理よろしくお願いします。改造内閣のスタートにあたって、国民の皆さんに、これからの菅内閣の目指す方向を含めて、私の考え方をお伝えしたいと思いまして、この記者会見を開かせていただきました。ちょうど1年前に政権交代による最初の鳩山政権が誕生いたしました。そして1年経った今日、改めて私の改造内閣がスタートいたしました。私なりにこの1年間とこれからを考えて、この1年間はいろいろな意味で試行錯誤を繰り返した1年だった、試行錯誤の内閣だったと考えます。そしてこれからはその試行錯誤を踏まえて、一つの具体的な事柄を実行していく有言実行内閣、こう皆さんが呼んでいただけるようなそういう内閣を目指す有言実行内閣をまさに実現をしたい、このように考えております。でその中でやらなければならないことは、第一には何といっても経済の課題であります。景気であり、雇用であり、成長であり、さらには予算であり、経済に関しては一歩たりとも緩めることはできません。一瞬たりとも気を緩めることはできません。すでにご承知のように円高に対しては6年半ぶりの為替介入を行って、現時点では一定の効果を上げておりますけれども、このことも含めて金融政策、さらには財政政策をしっかりと打っていく、これについては後ほど少し、具体的に申し上げたいと思います。第2点は、これから日本の国際社会における活動について、しっかりと位置づけていきたい、このように思っております。この間もサミット、カナダのトロントサミットに出かけたり、いろいろな国際会議や海外からの首脳ともお会いをいたしてきました。今月末には国連総会に出かけ、同時にオバマ大統領との会談も予定いたしております。どちらかといえばこの間は初めてお会いをして、コミュニケーションを深め、信頼関係を築くというところにありましたが、これからは一歩踏み込んで、どういう形で日本が世界の中で役割を果たしていこうとしているのか、相互の国の関係をどのような形で深めようとしているのか、そういったことについてもしっかりとそれぞれの国、あるいは国際的な場で申し上げ、そのことを行動で示してまいりたいと思っております。もう一点は、地域主権、国内の国の形の変更ということであります。もうこれについてはあまり多くを申し上げませんが、今の霞が関のここが中心となった中央集権、縦割りの中央集権の国の形を根本から変えていく、こういう大きな3つの課題をこの政権として取り組んでまいりたいと思います。今回の改造によって、何人かの新しいメンバーや、あるいはいろいろな役割の変更がありました。経済の面では、経済財政
担当大臣として、田枝万里さんに入閣をいただきました。まあ、私とも個人的にも長い付き合いの政治家でありますが、経済や税制に関して、まあ、多くの著書もありですね、いろいろな考え方をこれまでも述べられてきた方でありまして、大きな一つの、なんと言いましょうか、内閣における経済の司令塔を果たしうる方が参考していただいたと、このように思っております。まあ、外交に関しては、岡田外務大臣、非常に頑張っていただき、さらに継続をしていきたいという思いも、ご本人にも強かったし、周りの期待もあったわけですが、私から強くお願いをして、内閣から、内閣の仕事、あるいは外務省の仕事から、幹事長として、この党のいわば顔として、あるいは牽引者としての役割に変わっていただきました。その後、前原さんに外務大臣をお願いをいたしました。まあ、そういう意味で、前原外務大臣、あるいは再任をされた北沢防衛大臣含めて、外交の面でもしっかりした体制をより強く党と内閣の中で、強化のものにしていきたいと、このように思っております。地域主権に関しては、片山義弘さんに総務大臣という形で加わっていただきました。もうこの方の経歴はご存知の方多いと思いますが、鳥取県の知事として、大変この県の改革を非常に進められると同時に、国と地方の在り方について、いろいろ実際的な形の提言をされ、すでに我が党のそうした我が政権、民主党政権においても、大きなアドバイザー役としてもお願いしてきたわけですが、今回はアドバイザー役から実行部隊の大きな主要な役割を担っていた。まあ、こういう意味では、海江田万里さん、海江田万里経済財政担当大臣、前原外務大臣、片山総務大臣という、新しい配置のもと、この大きな、3つの課題にしっかりと取り組める体制が整ったと思っております。まあ、それに加えて、党と内閣との関係をいよいよ本格的な形で、私の言葉で言えば、412人内閣、つまり民主党の衆参議院412人が内閣を構成する、その体制に本格的に形を作っていきたい、考えております。その柱は、政調会長であり、同時に国家戦略担当大臣に就任をいただいた現場大臣であります。まあ、このポジションは、1年前、当初は私が政調会長兼任で国家戦略担当大臣になる予定が、直前に政調会が廃止をされたことによって、その段階では、そうした兼任ができなかったわけですが、今回、ある意味では1年前の構想通りに、政調会長と同時に閣内における国家戦略担当大臣を現場さんに担当していただく、ここを軸にして、党と内閣が別々のものじゃないんだと、議員内閣制というのは、多数を得た政党が、そのリーダーをトップとする内閣を作るわけですから、
ルーリングパーティーという意味で、内閣そのものを多数党がいわば構成する、そういう本質的な意味からも、412人内閣を具体化する段階に入ってきた、このように思っております。まあ、加えて、この412人内閣の中で、将来の我が党の を担う若手を育てるというか、若手が育ってくる環境を作らなければなりません。まあ、今回、馬淵さんに、国交大臣、前原さんの後の国交大臣をお願いをいたしました。まあ、彼は道路の問題でも大変調査をしっかりして、そして野党時代でありますけれども、自民党の国交大臣に対して、いくつかの間違いというか、調査をしていたのに調査してなかったといったようなことを全部認めさせて、いわゆる高速道路の無料化の効果というものが非常に高いんだということを、政府の資料から証明をした、そういった形で取り組んでまいりました。これまで厚生労働大臣をお願いしていた長妻さんも、野党時代に徹底した調査で、そうした問題を、年金の問題を取り組んだことはご承知のとおりであります。つまり、我が党のある意味での作風として、奇数が若くても、しっかりした調査をして、それによって問題点を国民の前に明らかにして、改革につなげていく、まあ、私事で恐縮ですが、私はかつての厚生大臣のときには、まあ、大臣という立場ではありましたけれども、薬害エイズの問題で同じようなやり方を取ったわけですが、そういうことが日本の政治を変えるんだというですね、またそういうことに力を発揮した人は、我が党の中ではですね、内閣の中でも、より大きな仕事をやってもらうんだという、まあ、そういう意味でも、私は今回の馬淵新大臣、新国交大臣の登用というのは、そういう若手に対しての大きな刺激になる、またそういうふうに若手にも、あるいは国民の皆さんにも受け止めてもらいたい、このように考えております。まあ、経済の問題などについて、もう少し申し上げたいと思いましたが、私からいろいろこれ以上のことを申し上げるよりは、皆さん方からの質問を受けて、申し上げた方がいいのかなと思いますので、冒頭の私のお話は、この程度にさせていただいて、今日からはぜひ、有言実行内閣と、読んでいただきたいということを重ねて申し上げておきたいと思います。はい、それでは質疑に移ります。質問者は私の方からご指名させていただきますが、まず質問の前に所属とお名前をおっしゃってから質問なさっていただければと思います。それでは質問のある方、挙手をお願いいたします。それではまず幹事社の西山さん、お願いします。今回の党役員内閣改造人事についてお伺いします。今回の人事ではいわゆる党役員内閣改造内閣の閣僚の皆さんに小沢一郎さんの議員のグループの方が見当たりません。小沢氏も小沢さんも総理の代表代行を受けてほしいという要請に対してはこれを拒否されたということですが、この陣容がですね、総理がおっしゃる国交一致の対策でいるのか、党内には小沢氏、あるいは脱小沢人事があるのかといった声も出ていますが、これについてそのご見解を伺いたいと思います。私は代表選の時にもいつも申し上げておりましたが、適材適所で全員が
自分の能力や経験を生かせるような、そういう体制を作ることが、共闘体制だということを申し上げてまいりました。そういう意味で、まだこれから副大臣、政務官といった数多くの役割を決めることがありますので、基本的にはその全体を見て、いろいろ判断をしていただきたいと思っております。特に内閣について、何かどこかのグループを外したとか外さないということは、全く念頭にもありませんし、私は客観的に見ていただいても、そういうふうにはなっていないと思っております。代表選挙は私と小沢さんが争いましたけれども、もちろん秘密投票ですから、全員がどちらに投票したかということは分かりませんけれども、皆さん方もいろいろ調査をされたんでしょうから、そういうふうによく見ていただければ、私の見るところでは、それぞれ、かなりの割合でですね、私に投票されたんではないかと思われる方、あるいは小沢さんに投票されたんではないかと思われる方、結果としてもそうなっておりますし、そういうことで何かこう、入れる入れないを判断したことは全くありません。で、党の方については、私の方から、小沢さんと甲子石さんに、昨日、代表代行に就任をいただけないかというお願いをいたしました。その中で、越井さんは、参議院の会長という立場でしっかりやるのでという理由で、ありましたが、そういう位置づけで、しっかり支えるからということを言っていただきました。小沢さんはこの間、かなり長い間、選挙などの先頭に立って、相当体力的にも消耗したので、しっかり支えるから、そういうポストは勘弁してほしいということを言われました。そういうことを含めて、党の役員についても、私から何か一部のグループを外すといったような発想で考えたこともありませんし、そういう行動を取ったこともありません。それでは次の方どうぞ。じゃあお隣の山崎さんどうぞ。はい、テレビ朝日山崎です。新しい内閣、新しい党執行部が誕生しました。新しいこの基準でねじれ国会となる国際運営にどのように対応しているんでしょうか。例えばですね、臨時国会で補正予算発表で、補正予算や本予算の編成の際に、自民党や公明党などの野党側と協議の場を作って、協議しながら予算編成などをしていくという考えはあるんでしょうか。どのように考えますか。先ほど経済が大きな取り組む、まさに今現在取り組んでいることも含めてですね、取り組まなければならない課題だということを申し上げました。ステップ1、ステップ2、ステップ3という位置づけをしていることはご承知かと思います。ステップ1はもうすでに動き出しておりまして、9200億円の予備費を使っての経済対策が確か9月の10日でしたか、決定し、動き出しております。ステップ2が、いわゆるその補正予算を含めた対応を考えていくということで、ステップ3は来年度予算の中での経済対策というか、雇用対策、成長戦略ということであります。今のご質問は、補正予算に関連することにもなるわけですが、私としてはですね、すでに自民党や公明党、野党からも、景気対策についての提案をいただいております。まだ昨日今日のこの党役員の選任、あるいは内閣の改造で、私自身はまだ野党の
皆さんにご挨拶ができておりませんが、まあ、既に党の役員は多少ご挨拶に出かけておりますけれども、まずそうした野党からいただいた景気対策のお話も含めてですね、どのような形で、私の内閣としても何らかの景気対策が必要だと思っておりますので、そういう話し合いの場は何らかの形で、できるんではないだろうかと思っております。まあ、そういう中で一つの補正予算をめぐっての例えばこの程度の規模でどういう中身にしようかということについても一般的な提案をいただいておりますので、そういう話し合いをする中から一つの道筋がですね、特に、ある意味で、国民生活に直結する、しかも景気対策、補正というある限定的な中身であれば、野党の皆さんとの合意形成も可能性は十分あるんではないかと思っておりまして、まあ、いずれにしても、まあ、今日からというかですね、明日からというか、いよいよスタートと、そういうことであります。それでは次の方、お願いします。それでは幹事社、ボイス社、高原さん、お願いします。ジャパンタイムズの高原と申します。日中関係についてお伺いします。尖閣諸島の衝突事件で中国側は態度を強化させて、中国国内でも反日感情が湧き上がっています。今後事態の打開、関係改善に向けてどのように取り組むつもりでしょうか。また前原第一外務大臣はこれまで中国に対して強硬な姿勢を見せていたとの印象がありますが、前原大臣で日中関係はうまくいくと考えますか。まあ、日中間でまあ、いろいろな時代にいろんな課題が出ることは過去においてもいろいろ経験をいたしております。まあ、しかし一番根本のところではですね、戦略的互恵関係を深めていこうという、まあ、私もカナダのサミットの時にも胡錦涛国家主席との会談の中でもそういう基本的な方向性は確認され、あるいはしっかりとそういう共通認識は深まっておりますので、基本的な日中関係のそうした友好といいましょうか、そういう関係は継続しているし、今後も継続できると、このように思っております。まあ、ここの課題についてはですね、それぞれの担当のする人たちが、まあ、いろいろ努力をしたり、しておりますので、私はそういう基本的な姿勢についてですね、申し上げておきたいと思います。それでは次の方、じゃ手前の方から、じゃこちらの女性の方お願いします。読売新聞の平瀬と申します。女性予算について追加で質問したいんですが、女性予算の提出時期なんですけれども、臨時国会を考えていらっしゃるのかどうか、また自民党公明党は4兆円5兆円といった大規模な規模の編成を考えているようですけれども、規模についてはどの程度のことをお考えでしょうか。また総理は景気対策に加えて財政再建の調整も焦燥されていますけれども、一時主張されていた消費税をめぐる野党協議についてはどのようなタイミングで開催されるつもりでしょうか。まあ、補正予算については先ほど来申し上げていますように、ステップ1、ステップ2、ステップ3を切れ目なく進めるという中におけるステップ2に位置づけておりますので、それをどこかの段階で、補正予算を編成し提出することは検討しなければならないと思っております。で、提出時期についてということでありますが、まあ、実はこれは先ほどの話と、まあ、
ある種こう卵と鶏のようなところがありまして、つまり提出しても、もし野党の皆さんが全員が強硬に反対されれば、衆議院が通過しても参議院で30日はかかるわけでありまして、そうすると例えば10月でかなりかかるというようなこともありますのでですね、まあ、逆に言えば野党の皆さんとある程度の話し合いの中で方向性が見えればですね、逆にその野党の皆さんの希望も入れた形で組むということがあれば、国会の審議も順調にいくだろうと、まあ、そういうことも含めて一方的にこの時期に出すということを決める前に、野党の皆さんとのいろんな提案をいただいておりますので、話し合いといいましょうか、意見交換をして、そういう中で提出時期も考えていきたいとこう思っております。まあ、消費税のことまで、まあ、広げての質問がありましたけれども、まあ、社会保障はご承知のように毎年自然増という形でも1兆円程度の伸びを示しておりまして、まあ、今の水準を維持するにも財源が必要であり、ということで、また私よく言っておりますように、ある程度負担をしても安心できる社会を目指すのか、それとも負担はできるだけ小さくして、あとは自己責任でいくという道筋を選ぶのか、まあ、そういう大きな物事の判断を国民の皆さんにも一緒になって考えてもらわなきゃいけない問題でありますので、社会保障と財源問題については一体的に議論すると、それは党の中でも政調を中心に議論をする場を作ることが必要だと思っておりますし、場合によってはそのいう場をですね、超党派の場として作ることが可能であれば、そういう場を作れるかどうかも他党と話し合いをしてみたいとこう思っています。それでは次は外国プレスの方からどなたか、じゃあそちらのひげを生やされた方お願いします。来週の欧米について、来週の欧米について聞きたいんですけど、オバマ大統領との会談で一番重要な議題は何でしょうか。普天間遺跡問題については具体的にどのようにして前進させて、いけるのでしょうか。またオバマ大統領が11月日本に来日するとき、広島に招待なさいました。そしてハンさんご自身はハワイのパールハーバー、真珠湾を訪問するお考えはありますか。ニューヨークの国連総会に出席をする予定の中で、オバマ大統領との会談も予定をされております。その中で、どういうテーマについて話し合うかということを、これから出発までの間に十分検討したいと思っております。この間の経緯で言いますと、やはり日米関係というものを大きくですね、捉えて、今後の日米安保改定から50年経ったわけですが、今後の日米関係、あるいは世界の中における、アジアの中における日米関係、あるいは日米同盟というものがどうあるべきなのかと、そういったことについての将来を見通した中での意見交換、あるいはそういう中で共通の認識がこう形作られていけばいいなと私は思っております。必ずしも個別のですね、普天間の問題について、話し合うというよりも、そういう幅広い
あるいはある意味でその将来を見通した議論ができればいいなと、このように思っています。はい、次の方。それでは、真ん中のこちらの方お願いします。共同通信の松浦です。総理は7月の参院選で、敗れました。それで国政選挙で、大敗しながら総理に続投したというのはほとんど記憶にありません。で総理はその民主党代表に再選されましたけれども、その国民の信任を得る意味では解散総選挙で信を問うべきではないかという筋論があります。ここをどうお考えかということ、それともし当面されないのであれば、この民意に基づく正当性というのがこの菅内閣にあるのかどうか、そこはどうお考えでしょうか。まあ、先の参議院選挙で大きく議席を減らして、まあ、選挙という意味でまさに大きな敗北だったということは、まあ、当時も認めましたし、今もそのように考えております。まあ、そのこととその政権をどうするかということについて、まあ、私なりにですね考えた中で、やはり昨年の9月の政権交代を実現をするに至った国民の皆さんの大きな、まあ、期待とか、あるいはそのしていただいた力というものを考えますと、民主党としてそうした政権交代でやってみろと言われたことについて、確かに参議院選挙では大きく後退いたしましたけれども、やはり昨年の9月の期待に応えるために、政権を継続することが、国民の期待により応える道ではないかというふうに考えまして、続投を、まあ、表明をし、まあ、この間、代表選挙もありましたが、まあ、今日に至ったところです。まあ、そういう意味で私としてはですね、まあ、多くの皆さんに、まあ、いろんな機会にいろんな表明があったと思いますが、まあ、あまりこのそれまでの自民党政権も含めて、政権交代があまりにも頻繁にあったということももちろん背景にありますけれども、政権交代をした民主党としてですね、あるいは菅政権としてもうちょっとしっかり、継続してやってみろということを、トータルとしてはそういうご意見をいただいたと、そのように理解しています。それでは次の方お願いします。それでは一番向こうで手を挙げられている方、眼鏡かけられたあなた、お願いします。北海道新聞の安藤です。一次試験学習について伺います。総務大臣に、軍と統計チームの渡辺慎吾さんを選ばれましたけれども、先ほどもお話ありましたが、改めてその分析の狙いをさせてください。最後に片山さんはですね、民主党が通常国会に提出した地域試験改革の関連3法案について、批判的な意見を表明されています。今後の国会審議に向けて、その整合性をどういうふうに取っていくのか、その考えを聞かせてください。まあ、私も片山さんの考え方、まあ、いろいろな機会に話を聞いたり、まあ、あるいは書かれたものを読んだりして、非常に本質的な意味での地方主権、地方分権のですね、進める大きなエネルギーを持った方だと思っております。まあ、そういう意味で個々の個別政策というよりは、そういう基本的なスタンスと情熱、そういうものをぜひ、菅内閣の中で、生かしていただきたいというか、そういうエネルギーを
その力を借りて、地域主権を前進させたいと、そういうことでお願いをいたしました。で、まあ、ここの法案などについては、いろいろな立場で、もちろん100点満点のと全部見れる政策ばかりでは、それぞれないわけですから、しかし、内閣の一員となるにあたってはですね、過去の内閣としての方針について、基本的にはまずそれは了解をしていただくところからスタートをすると、その後の議論ではいろいろあってもいいですけれども、そういうことはご了解をいただいています。次の方どうぞ。それでは真ん中のあたりから、その黒い服、あなたお願いします。ニコニコ動画の長尾と申します。視聴者の質問を代表してください。改造内閣のスタートにあたり、ご質問いたします。首相会見はこのようにオープン化されております。これほど透明なことはないと思うのですが、国のトップである菅総理の主導で各省庁共通の条件下での改憲のオープン化というものを政権運営のベーシックな方針として加えるお考えはありますでしょうか。いろいろな形でできるだけオープンな政治をというふうに私自身も我が党も思っております。具体的な形でどこまでですね、どういうことが可能かということはありますが、できるだけオープンな形が望ましいということは申し上げることができます。はい、すみません。前の方からどうぞ。テレビの松山と申します。国会の組閣で国家戦略担当大臣が荒井大臣から、政調会長兼務の現場さんに移りましたけれども、国家戦略室の原点に戻るということが先ほど総理の言葉からありましたが、当初の構想では予算編成などの協調的な視点から大枠でこう構想を練るという壮大な構想だったと思うんですけれども、次第に最近になってはアドバイザー的な立場になっていると。で、今後その現場さんがその国家戦略室を担うにあたって、どういったその性質を今後その満たしていくべきお考えなんでしょうか。先ほど申し上げたのは1年前に政権交代直後の内閣がスタートするときの当時の、私なりある時期まで相談していた考え方を申し上げた。つまりは私が政調会長兼務で、国家戦略室担当になるということが、組閣の2日ぐらい前まではそういう前提で議論が進んでたわけですが、直前に政調が廃止されたものですから、そういう形にならなかったと、そういう意味で今回、現場政調会長に国家戦略担当をお願いしたことによって、昨年の9月の当初考えられた形になったということを申し上げたんです。はい、次の方どうぞ。じゃあそちらの眼鏡かけちょっと白っぽい、どうぞ。いや、そちら、あなたです。はい、どうぞ。はい、産経新聞の広です。小沢氏が総理の代表代行就任要請を断った点についてお伺いします。総理はどうしてそもそもそのソフトを提示されたのでしょうか。また小沢氏の拒絶は挙党一に水を差すものとお考えでしょうか。さらに新たに小沢氏にポストを提出するお考えはあるのでしょうか。我が党の中で代表代行というポストは、いろんな時代にいろんな、なんて言いましょうか、性格がありました。実は2003年に、民有合併をしたとき、私、当時民主党の代表でしたけれども、合併した、自由党との合併の中で合併した後、
小沢前自由党党首に、代表代行に就任をいただきいたこともあります。もっともあまり会合には出てこられませんでしたが、その時は就任はしていただいたこともあります。あるいは比較的、最近といってももう何年前ですか、私と小沢さんが今回ではない前、代表選挙を戦ったときには、逆に小沢さんが代表になれた後、私に代表代行をということを言われて、私は分かりましたということで、その代表代行というポストにつきました。私なりにいろんな課題で努力をしたつもりでありまして、そういう意味で代表代行というポストは一般的に言えば非常に機能することもあるポストですので、そういう意味で、小沢さんにお願いをするにですね、機能すればお願いするにふさわしいポストだと思ってお願いをいたしました。しかし残念ながら先ほど申し上げたような理由で今はそういうポストには体力的にもいろいろ疲れているので、それは勘弁してほしいということを言われましたので、現在のところ残念だなとこう思っております。それでは次の方お願いします。そのまんまそちらの、女性の方、ちょっと縞模様のすいません。週刊誌の幹事長人事について伺いたいんですけれども、先ほどの幹事長はですね、その来週を続けたいという強いご希望を持ち出した、そのために幹事長をお願いしたいと話されたと思うんですが、具体的にこの幹事長はどのような役割を期待されて、幹事長を伺いたいと思います。今私はこの民主党政権を担っている与党の幹事長というのはある意味ではですね、代表であり総理である、今私ですが、私と党の幹事長というのは普通の言葉で言えば二枚看板だと。で、国民の皆さんに内閣としてこういうことをやろうとしているということと、やはり党としてですね、民主党としてもう少し内閣よりもこう幅広くというか自由度がもう少しありますので、やはりこういう方向に我々は行こうとしているんだと、選挙なども含めてですね、そういう意味ではこれからの民主党とでも言うんでしょうか、そういうものを象徴する、あるいはそういうものを国民の皆さんに見てもらう上でですね、そういうことに、そういう役割を担うにふさわしい人ということになると、それはなかなか大きな役割ですので、つまり国民の皆さんから、この人が幹事長をやっている党なら期待してもいいんじゃないかとか、信用してもいいんじゃないかというふうに言っていただけるというのは大変大きな役割でありますので。そういう点で、私岡田幹事長に、私の方から、外務大臣という仕事が極めて重要だということを私も知っておりましたし、今でもそう思っておりますが、今の時点での党の幹事長のポストをそういう意味で担いうる最もふさわしい人材は岡田さんを置いてないということでお願いをし、最終的には了解をいただいたと。ご本人が記者会見されたのは私も、テレビかなんかで見ましたが、天命という言葉は確か使われたと思いますが、そういうことを岡田さん自身も理解をされたというか、個別の自分がやりたいことというのを超えてですね、ここは天命としてやらざるを得ない役割だということを考えて就任をいただいたんだとこう思っています。はい、それではまた次の方お願いします。それじゃあそちらの眼鏡かけてちょっとひげを生やされてすいません。
毎日新聞の田中です。先ほど総理は補正予算の関係でですね、野党の要請も入れて組むこともあるというふうにおっしゃいましたけれども、これは、どういう範囲の要請を考えていらっしゃるのかで、例えば金融国会の金融再生法案のようにかなり綿密な協議をした上で組むのか、あるいはこの間いただいた要望の紙を見た上でそれを見て編成するのか、どういうところまで想定していらっしゃっているんでしょうか。まあ、これはお分かりいただけと思いますが、あんまりこう事細かに想定したりですね、事細かにこのこうではないかというよりも、まずはどういう場になるか分かりませんが、例えば政調会長同士が話をするというようなこともあるかもしれませんが、この、いわゆる申し入れをいただいた中身をですね、少し説明をお聞きした中で、こちらもこういうことを考えているのを説明して、その中から前進することもあるでしょうから、あまり今からですね、形をこういう形でということを、ワンサイドでですね、こちらからだけこういう形で考えているというのは、まあ、実際にもそういうふうに固定的に考えてませんので、まあ、そういう話し合いを始める中で、どういう形になっていくかは、その中で決まってくると思います。それでは、外国プレスの方からもう一人、そちらの眼鏡かけて白いシャツを着てられる方、お願いします。ロイター通信の池永です。違います。白いシャツを。AFP 通信団の伊藤と申します。為替介入についてお伺いします。欧米で日本の単独介入について反対の考えが表明されています。このような考えは今後の日本の円高対策に影響を与えるんでしょうか。ちょっとその質問がシンプルすぎて、ちょっとその反対が影響を与えるかということですか。反対の考えが表明されてますけれども、こういった考えを聞きながら、円高対策、あるいは介入についてですね、今後、なさっていかれるのか、それとも、日本として独自のスタンスでやっていかれるのか。いろんな意見があることはもちろん承知をしております。いろんな意見がある中で、しかし同時に急激な為替の変動は好ましくないという、そういう立場に立って、為替介入に、先日踏み切ったわけであります。基本的な姿勢はそういう好ましくない変動に対しては断固たる処置を取っていくという姿勢は変わりません。それでは次の方お願いします。そちらのピンクのネクタイでつけられた方お願いします。 NHK 山口と申します。総理は前田さんに経済の政策になっているとおっしゃられましたけれども、前田さんは代表選で小川さんを引き入れられた、入閣にあたってその若干考え方に層が出るんじゃないかというようなご懸念はなかったでしょうか。我が党の中に、経済の議論ではいろいろ濃淡が あるのは当然ですね。特に、我が党にも例えばデフレ議連というのがあったり、いろんな議論があります。ですからそういう濃淡があるのはある意味で健全なことです。でそれを政府として内閣としてある結論を出さなければいけないときには、何らかの形でそれは最終的にはこの一つの方向性に修練していかなきゃいけません。ですからこれからも必ずしも海江田さんに限りませんが、いろんな議論をする中で、政府として方針を固めなければいけないときには
まあ、最終的には私の責任で決めていくことになると思います。まあ、しかし、もっといろんな議論は私も加谷さんともしていきたいと、まあ、それからいろんな学者の話もですね、大体10人の学者に話を聞くと10種類の処方箋が出てきますから、まあ、それをどのように判断していくかというのは常にあることですので、まさにそういうことも含めて一つの大きなですね、我が党として経済財政担当大臣になっていただいたことで力を発揮している、していただけるものと期待しているわけです。それでは次の方、じゃそちらの女性の方、ちょっと時間も押してきましたので手短にお願いできればと思います。TBS の花岡と申します。党役員人事についてお伺いしたいんですけれども、今回枝野前幹事長が幹事長代理になられました。幹事長代理というのは本格まで執行部に残したのはどういうお考えからか、執行部なんですか、残されたのはどういうお考えからか、枝野の幹事長代理にどういう役割を期待されているのかとかお考えを伺いたいと。まあ、幹事長を岡田さんにお願いしたときに、まあ、幹事長としてどういうサポートをする人が幹事長自身の判断としてもですね、ふさわしいかということも含めてお話がありまして、まあ、そういう中からじゃあ枝野さんにお願いしようという、そういうことでお願いしたわけです。それではもう時間もしてまいりましたので最後の質問とさせていただければと思います。そちらの眼鏡をかけたお願いします。立憲の弁解を1つ聞きたいんですが、1つは補正予算の政策協議、今後の政策協議を通じて将来的な連立の組み替えなども視野に入れていくということも、それから先ほどから出ている、小沢さんのグループの方が今回閣僚としては中止度ゼロだったということは、総理を適材適所で言えば適材がいなかったということでいいのかと思ったと。まあ政策の中で、まあ、しっかりと意見交換あるいは誠心誠意お話をする中から個別的な合意が生まれることも十分あると思いますし、まあ、あるいはそれがこう積み重なってもう少しこの幅広い共通テーブルができることもあるかもしれません。まあ、そういう意味では何かこういうことはありえないとかこういうところは全く考えないということではなくて、まずは政策的な協議を進めるところから努力していこうとこう考えております。それから私も本当に分からないんですが、小沢家から入閣がゼロとかというような表現を一部の新聞がされてるんで、私今日実は小沢さんのまあ、簡単に言えば小沢さんのグループの役員をやってる方に、小沢系というのはじゃあ どの範囲なんですかと実はお聞きしたこともあるんですね。だから例えば小沢さんの推薦人になった方で言えば入閣された方もありますからですね、普通推薦人というのは小沢系になるんじゃないかなと。だから、まあ物理学ほど定義が定かでなくてもいいですけども、小沢系という時に小沢さんの推薦人が小沢系というのに入らないというのは私にはちょっと理解ができないんですね。ですからそういうことを含めて定義のことを言いたいから言ってるわけではなくて、決して何々系だからとか何々だからといって排除したということはありません。ですから適材適所でお願いして、それから結果的に多少奇数のことは一般的にはある程度あります。さすがに潜在能力が高い人でもまだですね当選して1年2年の方に
やっていただくというのは、これ、試験、ペーパー試験じゃありませんので、その人がいろんな人を説得したりしなきゃいけませんから、やはりそれにはそれなりのこの、あいつはなかなかこういう問題では、しっかりした議論がやってるとかですね、さっき一つの例を挙げましたが、国会でもこういう問題では、しっかりその調査をして、結果を出したとかということがなければ、なかなかその実力は分かりませんので、そう考えますと、多少奇数のことを考えれば、一般的に言われている小沢さんのグループというのは、若い、奇数の若い方が多いものですから、だから明日以降、副大臣、政務官を含めて、全体の人事をやりますので、それも含めてですね、本当に見ていただきたいんで、何か皆さんの方がですね、なんかそういうこの区別というのか、わざとですね、何かを煽るような、やっぱ煽り行為というのは、あまり好ましくないんじゃないかということを申し上げておきたいと思います。それではこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい。